はい、こんにちは、116ウィンズです。今日ですね、エンゼルスの大谷翔平選手がピッチャーとしての MLB 復帰を果たしましたね。昨年はトミー・ジョン手術の影響で投手としては1年間全休ということになってしまいましたが、今日行われたアスレチックス戦で久々のマウンド復帰となりましたね。大谷選手の二刀流の挑戦はもはや日本人のファンだけではなく、メジャーリーグのファンの注目の的になっているわけですけれども、そんな復帰戦のマウンド、大谷選手、残念ながら初回ワンアウトも取れず3安打3四球5失点でノックアウトというまさかの展開となってしまいました。個人的には今日の大谷選手のマウンド、球数制限もありますので3回か4回ぐらいを1点か2点ぐらいに抑えるかなと予想していたんですけれども、まさかワンアウトも取れないというのはちょっと予想外でしたね。大谷選手、今日の試合30球投げたんですが、ストライクはわずか15球、半分ですね。ということで明らかにちょっとボールを制御できていない感じがありましたね。サマーキャンプの時から新しいフォームに挑戦しているということもあって、ちょっと制球が乱れる場面もあったんですけれども、それが実戦になってもちょっと解決されてなかったというところが今回の登板で見て取れたのかなと思いますね。で、さらに球速もちょっと本調子ではなかったですね。大谷選手といえば100マイル、101マイル、それぐらいは出るピッチャーなんですけれども、今日の登板では最速でも94マイル程度と、スピード面でも本調子とは言えないような状態でしたね。おそらくですけれど、まだ実戦の感覚が戻りきっていないのかなというところですかね。本来のシーズンであれば大谷選手、マイナーの実戦で何度か先発登板を重ねてからメジャー復帰という予定でしたが、今シーズンはコロナウイルスの影響でマイナーシーズンそのものが中止になってしまいましたし、また調整という面でも紅白戦の登板のみということで、本当のゲームでの調整というところがまだ間に合っていない状態だったのかもしれませんね。これは今季はもう投げ続けるしかないと思いますので、徐々に状態は良くはなってくるとは思いますが、ただ今季の初登板というのはちょっと予想外といいますか、まだまだ怪我明けの選手なんだなという印象を受けるような登板でしたね。また今シーズンは変則的なシーズンの影響もあってか、ピッチャーの調整が追いついていないという印象がありますね。今日ヒューストンアストロズのジャスティン・バーランダーが右前腕を痛め離脱することが発表されました。ピッチャーが前腕の痛みを訴えるときはトミー・ジョン手術行きになることも多いですので、ちょっと心配な状態ですけれども、とりあえず数週間投球を中止し、その後再検査の予定ということになっているようですが、ちょっと現状復帰のめどは立っていないような状態ですね。バーランダー開幕戦のマリナーズ戦に登板して6回2失点といつも通りのピッチングをしまして、投げている様子からも特におかしなところはないというふうにも見えたんですけれども、どうもバーランダーはこの試合の登板の序盤からちょっと痛みを感じていたようでして、で本人は大丈夫ということで投げ続けたようなんですが、こういった結果になってしまったと。バーランダー以外にも今日レンジャースデビューを飾ったコーリー・クルーバーも先発登板は肩の痛みで途中降板することになってしまいましたし、調整期間の短さがもろに選手のコンディションに影響を与えてしまっているような状態ですね。しかしアストロズにとってはバーランダーの離脱はかなり痛いですね。ただでさえ今季は FA でゲリット・コールを失っている状態なわけですし、でそこから先発ローテーション、しかもエースであるバーランダーを失ってしまうのは、今季アメリカンリーグ連覇を狙うアストロズにとってはかなりの痛手になりますし、ローテーションで彼の穴を埋めることはほぼ不可能に近いですので、バーランダーが離脱している間アストロズがどのようにして戦っていくのか、来月末のトレードデッドラインまでにバーランダーに代わるエースピッチャーを補強するのかなどですね、バーランダー抜きのアストロズの動向に注目したいですね。さてここからは我らがマリナーズの話題なんですけれども、マリナーズ開幕3試合目にしてついにアストロズを破りました。今日の勝利でマリナーズ、アストロズ戦の連敗は15で止まりました。いや本当に長かったんですけど、やっとアストロズ戦の連敗が止まって本当に良かったですね。中盤まで4対1とリードして、4回裏に逆転されてしまって、そこからズルズルいってしまうかなと思ったんですが、8回の表デベンスキーを攻めまして、ロングが同点タイムリー、そしてカイル・ルイス、このシリーズ絶好調ですけれども、が決勝の2点タイムリーを放ちまして、で最終回1点差まで詰め寄られるんですけれども、なんとかテイラー・ウィリアムスが最後締めまして、今季初勝利を飾りました。今日は打線が序盤からアストロズ先発のザック・グレインキーを攻め立てたのも非常に良かったですし、何よりブルペンが頑張りましたね。今日の先発菊池雄星投手だったんですけれども、菊池選手が4回途中で降板した後、このシリーズボコボコにされてきたブルペンが5回3分の1を1失点に抑える、素晴らしいリレーを見せましたので、この2試合ブルペンがいいようにやられてきた中で3試合目にして意地を見せられたかなと思いますね。これで昨年1年間のアストロズ戦の勝利数に並んだわけですけれども、
何より良かったのは昨年1勝もできなかった敵地ヒューストンで一つ勝つことができたという点ですね。まあ、たかが1勝ではあるんですけれども、こういった形でブルペンが踏ん張って、最後に打線が奮起して逆転勝ちできたというのは、若い選手が多いチームにとっても自信になる1勝になるんじゃないかなと思いますね。明日がアストロズとの開幕4連戦最終戦となりますが、ぜひ明日も勝ってシリーズをタイに持ち込むとともに、サクッと昨年のアストロズ戦の勝利数を上回ってほしいですね。そしてちょっと触れましたけれども、今日の先発は菊池選手でした。今季初先発で内容としては4回途中5失点と、まあ、ピッチングの結果だけ見るとあまりいいピッチングではなかったんですが、ただ投げているボールは明らかに昨年よりも良かったですね。今日の最速は98マイルと、まあ、去年とは比べ物にならないぐらい速球はかなりスピードも出ていましたし、でさらにコンスタントに90マイル中盤ぐらいは投げることができていたので、オフシーズン中に投球フォームの改造に取り組んでいた話は結構出ていましたけれども、フォーム改造はうまくいっているんじゃないのかなと思いましたね。でもう一つ印象的だったのはチェンジアップで三振を奪っていたというところですね。昨年の菊池選手はチェンジアップはほとんど使ってこなかったんですが、今日は結構決め球に使う場面も見られましたし、速球のスピードアップと相まって非常にチェンジアップも効果的に使えていたと思いますので、今後より精度を磨いていけば投球内容も良くなっていくんじゃないのかなと思いましたね。ただ振り返った感じ、まだチェンジアップを左打者には使っていなかったようなので、まあ、昨年も1球しか左打者に対してチェンジアップは投げていないんですが、左打者相手にもチェンジアップが使えるようになればもっとピッチングの幅が広がってくるんじゃないのかなと思います。今日は4回に突然制球を乱してアストロズ打線に4失点と一気に崩れてしまいましたが、そういったところを除けば非常に今季の菊池選手期待できる投球だったんじゃないのかなと個人的には思いましたね。菊池選手も今季は3年契約の2年目、チームとしてもエースの階段を上り始めてほしい年ですので、今後の登板では投球内容の方も伴ってくることを期待しています。ということで今日の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。